はいどうも、パチオです。えー、っとね、昨日の動画で、えー、日曜日のライブの予告をしたんですけど、なんか間違えたこと言ってたみたいで、えー、開始ね、あのー、日曜日の19時、スタートです。まあ簡単に夜の7時ですね。だからそれをね、間違えて夜の7時っていうのを間違えて17時って言っちゃってるみたいで。 あのくれぐれも19時スタートなんで、えー、間違いないようによろしくお願いします僕が嘘で言っちゃってるんでちょっと訂正の意味も込めてあのコミュニティの方も投稿しようとは思ってますけど、えー、よろしくお願いします、えー、今日の話題なんですけどちょっとね AI の進化というものに僕がついていけてないような感じがして <laughs> あのー、まあ ね、あの動画のコメント欄でね、Bing っていうあのものをね、ちょっとお勧すすめされて、まあ、簡単に言うと、マイクロソフトの AI で、まあ、やっぱりそのなんか質問をすると、えー、チャット、ね、形式で返してくれるっていう、あのチャット GBT っていう、ね、あのー、やつのもうちょい頭いいバージョンみたいな感じですわ。 あれ、あれ GPT か、あれは。あれはね、あのチャット GPT の方はね、あの結構、隙があるんですけど、えー、そのビングの方はね、なんか、結構的確な答えを返してくれるのと、あとその、その、解説をしてくれてる中、それをどこから拾ったかっていう情報ソースをね、提供してくれるんですよ。 で、あと、えー、それと、あと、その文章がね、なんか、まとめサイトみたいな文章なんですよ。なんか、あの、何々について解説してみたいなことを言うと、なんか、もうそのまんままとめサイトで使えるかな、みたいな文章を使う、使うんで、あのー、僕、ひょっとしてこれ、僕がさ、そのまとめサイトの管理人とかやる感じだったら、もう、そういう、 その、ビングっていう、その、AI を使ったら、あの、すぐにね、文章が、もうなんなら、あの、今からでも、そのニュース記事を出して、あの、まとめサイトを経営してもいいんじゃねえかっていうぐらい、あの、すごい、賢い。ただね、僕が見てる限りでも、 やっぱり知ったかはあるんですよ。あのー、一生、一生懸命ね、AI さんが解説してくれるんですけど、その解説してくれてるものの中に嘘がある。あのー、うん、まあ、やっぱり自分が分かってることで、あの、それ明らかに違うよっていうことが存在するわけですよ。で、で、で、いうわけで,で、あとね、あの、情報ソースが、あの、いろいろ提、あの、提示されるんですよ。あの、注約がついてて。 でここは情報、このこここのこのこの人の情報です、ここはここの情報ですみたいな感じであるんですけど、あのソースはツイッターっていうことがあるわけですよ。で、そのツイッターにツイートしてる人は別に、そのソースは別にないですからね。えー、ということで、あのー、大勢の人が嘘ついたら、それが本当になっちゃうっていう危険性はあるなと思って、僕、見てたんですね。 だから、あのー、数の理論というか、力こそ正義というか、力こそパワーというか、まあ、そんな感じのイメージをまず最初に持ちましたね。で、例えば、だから、怖いんですよ。あのー、まとめページとか、ツイッターを元にした、あのー、その解説文を、そのビングで作って、で、それを上げることで、 あのでもう一回それを検索すると、今度、それを情報ソースとした <laughs> ものができていくわけですよね。ということで、あのどん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 、それが本当であろう,あるあろうと、う嘘であろうと、ネットでこういうことが言われているからっていう理由で、あのー、同じような解,あの解説文がどん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 できていくんですよ。 あのネットでできているから以外の理由は特にない、あの特にあの情報ソースを提示してくれるんですけど、あのそれがあの例えば、ね、裁判で証拠になるようなというか、あのこれはあの間違えようがないですよみたいなあの、完全な情報ソースを提供してくれるわけではないんですよね。で どこそこのまとめサイトをね、紹介されるんだけど、そこが本当のことを言ってるかどうかっていうのは誰もわかんないっていう状態。<laughs> だからね、いや、まだまだちょっと改善の余地はあるなと思いつつ、でもあまりの頭の良さにね、僕は結構感心したんですね。あのー、それこそ、あのー、文章をね、あの、作るのに、 あのー、チャット GPT の方は結構、知ったかがすごいのね。あのーまあのま僕がね、あのー、注目してるあの O さんと Y さんの裁判のねあのー、のことをチャット GPT の方に。あのー 検索したところ、えー、音楽事務所と芸能人との裁判ということになってましたからね <laughs>。いやー,ー、そういう物語を。だから、あの、結構適当を言うんで、あの、AI 使い分け必要っすよね。なんかそれで創作をしようと思ったら、案外その不完全なチャット GPT の方がいいんじゃねえかなっていう気がしてて。で、その、 あの完全ではないけどあのそれっぽいまとめをしたいときはそのビングの方を使うみたいな、あのー、そういうことができるんじゃあの使い分けれるんじゃないかなと思ってあこれ楽しいわってでたださそ,そのそれをやっぱ真実としては見えんじゃないですかあの僕の動画でもそうだけど嘘は嘘が混じってるっていうことはねあのー 考えながらねだから話半分とか4分の1とか8分の1とかそんな感じで見とかないとえー、っとその AI がね作った文章をそのままネットとかに載せると偽情報である可能性が 結構高いのねあのそれに対するソースをねきっちり自分で見て検証しないとなんか偽情報を拡散するっていうことになりかねない。んだからねその結局それを調べるコストっていうのを考えるとその文章を作るの,のはコストダウンはできるけど結局その。 それを精査するっていうのでまたコストがかかるということでうん、まあ、まとめサイトの道はなかなか遠いのかなとか思ったりなんかするんですけどね <laughs> いやだからねいや多分ねあのもう考えてる人間多いと思のまとめサイトを経営できないかっていうその記事をね1日あの10個ずつぐらいあの個人の力で出すでそのためそのまずその 他のまとめサイトが、えー、まとめページを出しているようなネットニュースを見つけると、まとめサイトをのぞき見してね。で、それについて、あのー、AI に解説してもらうと。そうするとね、Twitter とかあのいろんなところのソースを持ってきてで、それでそれっぽい文章を作るんですよね。で、それを。あのー 自分とこのホームページに載せてアップするみたいな。な,なんかそういう感じで低コストで、あのー、ネット記事がね、あの1日に10個ぐらいペースでできていく可能性はないことはないんじゃないかな。であと僕はそのチャット GPT の方はあのー、例えばねその、シチュエーションを変えたりしすれば、なんかその小説とかさ、あのー なんか作り話を作るときに、なんか全然違うことを言ったり、まあ、たまに的確なことも言ってくれるんだけど、なんか結構適当なこと言うときもあるんで、あのそういうネタ的なストーリーを作ったりするのになかなか面白いかなと思って。うん、だからそういう使い分けやっぱで、それをやっぱり信じすぎないこと。うん、まあ、所詮はまはだ 未完成のジャンルの AI なんで、あの、もう将棋とか囲碁とかになるとね、あのもう、もう囲碁なんかもう世界最強は AI なわけだし、あの、まあ、将棋の世界もね、もうそろそろ人間が立ち打ちできない感じになってくる。だからそういうね、あのー、 得意不得意っていうのは確実に存在するわけで、まあ今んとこまだ不完全だけど、これからね、もう今の段階で、その僕が打ち込んだことに対してとか声、声で走ったことに対してちゃんとチャット形式で返せるっていう凄さですからね。だからそれの精度がどん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 上がっていったらもう来年再来年ぐらいにはもう余裕でそういうことができるようになってる。多分、多分僕今年の ね夏休みのシーズンとかに学生さんがまとめサイトとか立ち上げると思いますよあの小遣い稼ぎででその夏休みの間だけへの間であのネット記事をね100とか200とかあのネットに上げ続けて収益を荒稼ぎしてで本当か嘘かわからないから嘘が混じってたりするじゃないですかでそれを消せとかいう裁判になるような頃にはもうそのネット のホーームページを閉鎖するみたいなあのそういうようなことで荒稼ぎに入ったりする可能性はあるんじゃないかなと思っててだからそういうページにはその嘘もね全然平気で嘘だとも思ってないで嘘を書く人もねあの載せてそのままにする人ってのも存在するわけだもんでそのまとめページの存 在意義っていうのが、あのー、なくなってくるかなっていう。うん、ちょっと厳しくなってくるんじゃないかなっていう。で、それの精度がさらに下がっていく。そんなことをね、ちょっと危惧しています。という。だから逆に言うとね、その人間が人,人力でやるやつがもう多分ね、絶滅危惧種になるんじゃないかなと思って。えー、なんかそういうふうに考えてます。まあね、日曜日の、 話をちょっとしたかったっていうのもあるんだけど今日はねなんかたまたまその教えてもらったやつがすげえ面白かったで僕も1時間ぐらいちょっと触ったんだけどなんかやっぱりそのあた賢いしあれなんだけどそのちょっとしたあが気になったりするっていうそんな感じで終わりにしますはい以上バチオでしたバイバイ